ゼシア、落ち着いて。ちゃんと捕まってないと落ちるよ。何ですかこの乗り物。趣味のガラクタいじりで作った。かっこいいでしょ。いいから前見て操縦してください。あれ、モルティスとメーネさんは？もう一台モルティスが操縦してるはずだけど、後ろにいない？羽が取れる。遥か後方にいるみたいですね。メーネさん大丈夫でしょうか？ついてきてるならオッケー。あの、本当にうまくいくでしょうか？さあね、でもやらないと。あなたは勇敢ですね。そうでもないさ。少し前の僕ならメーネを連れてさっさと逃げてた。基本的に人間は嫌いだしね。でもゼシアとモルティスに出会って、大切なものってこうやって増えていくのかって知って、興味が湧いちゃったんだよね、未来ってやつに。いろんなものに出会って知って、僕はもっと強くなる。そんな可能性が未来にはある。そうだろゼシア？ええ、きっと。私の羽、無事？今は無事だが、この状況では穴が開いてもおかしくないな。マリオン、しかもこの数、対ドラゴン用か、それとも別の？標的発見、攻撃開始。今、標的って…このマリオンの狙いは、私たち？ご足労感謝するよ、イリア。そしてその仲間たち。この声、アウグスか？今そちらに向かっている。到着まではマリオンを通して喋らせてもらうよ。それにしても、探したよ、イリア。自ら出向いてくれるとは、非道の作戦でも耳に入ったか？わざと情報を漏らしたのか？まさか。天才の君なら、通信を盗み聞くことくらいたやすいのかもしれないが、我々には想像もできない。あくまで通常通り任務を遂行していたに過ぎないよ。それを偶然君が聞きつけて、こうして自ら現れてくれるとは、感謝してもしきれない。こいつ。君が現れなければマナ爆弾を使った作戦を実行する気でいた。しかし君の選択次第では作戦を実行せずに済むかもしれない。わかるだろう、イリア。もう一度異界への門を開けってことか。そうだ、私の役に立て。私が頂点に立つ手助けをしろ。そうすればみんなが助かるか。人間が地上の支配者となった世界、それを特等席から眺めさせてやろう。
迷うな、イリア。モルティス。イリアが行けば、世界は救われるのか？他者の命を塵同然に考える奴の支配する世界など、見たいのか？そうです。イリアの望む未来は、そんなものなのですか？僕の望む未来。友人ってすごいな。僕の理解をやすやすと超えてくる。一瞬でも迷った僕がバカだった。僕はお前とは行かない。異界の鍵のレシピは、死んだ両親が残してくれた唯一のものだ。両親の形見を、この力を、お前なんかに渡すわけにはいかない。交渉は決裂か。ならば、力ずくで従わせるまでだ。行け、マリオンたち。戦闘開始。みんな、来るよ。愛する者のために。さあ、出かけましょう。幸せな夢を見つけに。ああ、頼りにしている。えい。ドラゴンが呼んでる。いけないんだから。やるな。よし、俺も。幸せな夢、見られたかしら。お前の肉体、使いやすそうだな。私のと交換しないか。